はい、8月15日の今夜の11時12分ですね。いい具合に約定されてました。振り返りたいと思います。あ、これですね。すっとんと落ちてますが、僕が取れたのは今回はここまでですね。ここまで。この辺ですよね。80.02 くらいまで取ったんですよね。オーストラリアドル円ですね。5ドル円ですね。というわけでちょっと振り返りたいと思います。まずは約定履歴から。はい。今回取ったのは、これですね。1600円。40ピップスですね。40ピップス。4000通貨で取引したので、40ピップスで1600円の利益です。で、入ったのが、今日15日なんですけど、ほとんど1日前ですよね。昨日の日付変わって今日の、12時14分に入りました。で、約定したのがついさっき、10時46分なので、だいたい、まあ、10時間。いやいや、違う。22時間か。22時間ちょい。22時間半ですね。お。ちょっとメールが来ました。はい。22時間半ぐらいの、まあ、ほとんど1日です。丸々1日で、40ピップス取りました。1600円です。利益はね。なので、ちょっと、振り返りたいと思います。今日5ドル円はね、割にやりやすかったんですけど、これ5分足ですよね。5分足で言うと、ここまで取って、こっから下もったいないなぁと思いがちなんですが、一応ね、こっから下は僕のルール外なので、次のトレードのためにね、準備の情報の材料として残しておきたいと思います。で、入ったのがね、これ5分足なんですけど、僕はあまり5分足は入るときは見ないですね。4時間足で見たらわかりやすい。あ、これですね。これ。これです。これ。今ここまで行ってますけど、僕が取ったのは、4時間足。僕が取ったのは、昨日、ここで入ったんですよね。ここで入ったんですよ。はい。わかりますかね？わかりますね。トレンドライン引いて、ちょっと4時間足もやめときましょうか。2時間足で見たら、あ、これですね。これはちょっとわかりやすいですね。僕のいつものね、ルールですよ。トレンドライン引いて、はい。で、これ割ったところ、これがね、だいたい、昨日のね、夜の12時ぐらいだったんですよ。あ、ここで入ったんですね、僕ね。ここで入ったんですよね。あ、思い出しましたね。なので、こういうトレンドライン引いたんですね、僕ね。こういうトレンドライン引いたんですね。で、ここを割って、で、MACD は上向いてたんですけど、もっと買い足、4時間足と、この辺ではね、多分ここを、こう、60分足では、こう、しっかりね、こう、下割った時に、ここ、MACD がね、下向いてたんですよ。で、その後、思った以上にね、戻したんですけど、一応僕の中での許容範囲として、ここに損切り入れておいたんで、まあ、大丈夫でした。はい。まあ、ちょっとハラハラドキドキはしたんですけどね。うまい具合にこう下がってくれました。で、こっからここまで取りました。40ピップスです。40ピップス。
MACD とトレンドラインの、僕の中の鉄板ルールですね。しっかり40ピップス取れましたね。はい。でね、これ実はもっとあって、もっと長い足で実はね、僕トレードしたんです、実は。長い足で見たら、昨日の段階でこう割ってたんですよね。で、ここって結構サポートライン、サポートされてるところなんでね、週足のサポートラインなんで、ここ結構硬いだろうなと思って、ここは上に抜けることはなさそうだなっていうことで、一回、ズドーンと落ちて、で、戻ったところを売った感じですよね。いわゆる戻り売りです。これ、日足レベルで言うと、週足でいう、ここの部分が、日足レベルで言うと、まさにここなんですよね。まさにここなんですよ。まさにここ。で、昨日、おととい高で、こう、ズドーンとここ抜けたんですよ。抜けて、で、一回戻るの待ってたんですよね。一回戻るの待って、で、ここ、しっかりほら、次の日も、ここ、上髭つけて、しかも、陰線で終わってるんで、あ、これいけるなと思ってね、いわゆる前回の最安値まで、ここまで取りました、ここまで。今ちょっとね、もうかなり下抜けちゃってるんですけど、まあ、こっから下もね、サポートライン抜けたらさらに下行くだろうなっていうのはもちろん予想してたし、取ろうと思えば取れたんでしょうけれども、まあ僕はチキンなんでね、安全策で一回、ズドーンと落ちて、で、戻って前回の落ちたところまで、ここまで取りました。いわゆるトレンドラインのね、こう波があって、こう行ったところの戻しを売る、ここまで売るみたいなね、この波があって、ここの部分を取るみたいなね、ここの部分を取るみたいなね、そういうダウ理論で、レジサポ転換を把握して、ダウ理論で戻りを売った感じですね。で、これがだいたい40ピップスです。いいトレードでしたね。いいトレードでした。まあ、典型的な戻り売りなんですが、まあ、はい、いいトレードでした。ほら、日足レベルで言うと、たったこれだけなんですけど、4時間足レベルで見れば、ここの部分なんですよね。ここの部分。ここの部分を取った感じです。僕の中の鉄板ルール、トレンドラインと MACD の僕の中のトレンドライン、鉄板ルールですけど、実は4時間足で見ると、こうずっと下向いてたんですよね。ずっと下向いてたんですよ。で、ここで一回上に上がりかけたんですけど、そのまま下行きましたよね。ここがね、ちょっと危ういところでしたけど、まあね、しっかりここで自動損切りも入れてたんで、まあもし上行ったらスパッと切るように、そういう設定は受けてまし、置いてましたね。はい、こういう感じです。こういう感じ。はい、ここの部分を取った感じです。40ピップスでした。いいトレードでした。よかったらここ登録して、ここクリックして登録してください。以上です。